というわけで振り返りの方させていただきましたけども、天海さんいかがですか、ドラフト地域も含めてですけども、うん、割と俺は意外だったなっていう感想だったんですけどね、うん、いや本当に意外だったなっていうのは俺も同意見で、うん、今までない地域がもう何個もね、うん、二次校史上ない地域があるので、はい、また見たことない天性選手が見れるかもしれないし、うん、でもやっぱ新規参入監督がめちゃめちゃ多いっていうのがやっぱり今までと違うところ で、はい、本当にもう5年目ですけども、うん、今までにない二次三次甲子園になるんじゃないかなと、はい、楽しみですね、まあ、あと新作っていうのもありますよね、はい、新作かつ情報が全くないと、もうということで、さまざまな意見、はい、意見さまざまなものが飛び交っておりますが、はい、私が監督陣に共有していることをここで言わせていただきますね。お願いします。はい、今回は全くの別ゲーであると、はい、これは視聴者の皆さんにもしっかりと意識していただきたいんですけども、こちら、あ、そうですね、昨年まで行われていた23-22のゲームとは全く違う栄冠内になっていると思ってください。はい、はい、で難易度は間違いなく上がってます。はい、上がってるでしょうね。難しいです。はい、俺も司も裏で回しましたが、なかなか、うん、昨年通りにはいかないなと、うん、はい、ただその分試行錯誤になる部分が多く出ると思います。はい、そうだね、うん、なので、まあ、これ今回監督陣が来てくれてからずっと言ってるんですけど、自分が思う正解をやってほしいと。そうだね、はい、うん、で、まあ、視聴者さんいつもね、あの見守る熱でいろんなコメントをくださってますが、監督陣の選択を本当に今回は100でリスペクトしてほしい。うん、100です、ね、100で、はい、マジで、あの全人類エアプです。そうです、2024はそうなんです、みんなエアプです。俺も前本もエアプです。はい、でもう分かりません、監督陣裏で回してます。はい、はい、練習してます。うん、で苦戦してるところもたくさんあります。はい、はい、でそんな中で俺これが強いと思うがみんなバラバラです。うん、うん、俺はそれがいいと思ってます。はい、それを信じてやってほしいね。うん、自分が思うこれが強いんじゃないかを形にする、だある意味一番最初の二次三次甲子園の形に近いのかなと。フラットですね。はい、思うんで俺はすごく楽しみにします。うん、うん、だって俺と司でも全然強いと思ってる部分違うもん。わかんない本当にわかんない、わかんない、うん、どうしたらいいんだろうって思ってる、うん、俺は野手転生強くね、うん、派閥だったりするしなんかもう打った方がいいかみたいなそう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 別に投手とか関係ねえよ、うん、打ち崩して勝ちじゃんっていう、今までの経験は通じなさそうだなっていうのがあるので、楽しみ。俺と舞本も裏でやってね、うん、いろいろもうやってきたなと思ってます、うん、はい、だから監督陣が体当たりしていくと思うんで、うん、ぜひそこを楽しんでほしい。うん、そこを楽しみ、もう楽しむコンテンツですね今回は。はい、今回は楽しむ、うん、だから全然今までのセオリーなんて通用しないから、うん、うん、自分の正解を求めていく監督たちを見守ってほしいです。はい、ゼロスタートでみんなでやっていきましょう。はい、ぜひよろしくお願いいたします。で、はい、やったらおもろいっすよ結局ね、うん、俺はバカみたいにやってますから、うん、うん、2回もう3年やっちゃった、やばよくどうやってやったのお前ずーっと、うん、まだお前あと13分経たないと1日経たないんだよどうやってやったの、うん、で俺は割とあの満足いく結果も出したから割と、いやそうなんで、実はね、うん、前元はそうなんですよ。あの3年目競合まではやりました。うんうん、3年目やれてるんで、二次三次、あ、違う、甲子園の3回戦負けまではできたんで、うん、どうにか甲子園優勝までどうにかできないかなって今、うん、試行錯誤する段階に来たんで、おもろいです、うん、あと1年目の夏を10回やりました大事だからね、大事だから、1年目の夏10回やった結果の結論が俺の中で出たみたいな感じだったんで、うん、おもろかったです。はい、なのでまあ本当に試行錯誤してうまくいく結果絶対あるので、うんうん、楽しいと思います。はい、なのでぜひ、こちら日程等ねお楽しみに。